おでーす。よし。ばい早起きちゃんか、夜更かしくんか、どっちなのどっちなの君らはどっちなのー。もうちゃんいらっしゃい。藤井さんいらっしゃい。ばいーす。 反面、脅す。早起きは、うん、まあ、まあ、でも時間的にはそう、まあ何時に起きたのかわかんないけど、6時台はそんなに早起きでもねえべや。うん。バーク取りしょうがねえじゃんかよ。もう俺なんかな。 コラボ上がって、先落ちしたら逃げれるのかなとか思ったんだけど、じゃあ甘かったな。うん。これもう確実にバトンタッチャー来るわと思ったよ。海賊いらっしゃい。うん。絶対よ、俺。 俺の予想な、漁船絶対いるぜ、これ。ああ。こそっといるんだ、あれ。ああ。うんとかって。なんかすっとぼけてさ、うつけりーとか、おはゆーとか、おはようじゃねえだろう、夜中にもいたじゃねえかよ。 そそうそう、俺だから今日よ NHK でよあのチェッカーズじゃなく藤井文ミの番組見た人いるなあ。やっぱりなんか藤井文ミかっこいいなかっこいいっていうかなんか知的だよね。あのロックバンドではないしなのに。 うーんシャイだよね。うん。あと今日ね、俺ね、芸能人の衣装を見ちゃうんで、藤井文也が羽織ってたジャケットめっちゃかっこいい。だから俺いつも思うの。ああいう番組のジャケットとか提供がどこが入ってんのか見るんだけど、NHK は 衣装のブランドは絶対流さないの。だよーと思って。めっちゃかっこよかったで。ちょっとタキシードっぽいロングで、うん。一つボタンで、うらえー、ちゃん大好きおは。だからさ、聞いてからおはよう。さっきいたんべや。 ねえこ。これ、これ、バッテリー無くなったのこれ。あ、これ何秒間か。音拾わないとダメなのか。ちっちゃな頃から悪ガキで、15で不良と呼ばれたよ。ナイフみたいに尖っては、触る者の皆、傷つけた。 ああ、わかってくれとは言わないが、マリコはいつも怒りんぼ。バトンの私はうまいけど、次の枠やるの、困るのよ。てれれれっててって。いいだろう お前ら、このマイク、ちょっとよ、ここでよ、今、あ、何あの、うなちゃんのマイク。何これって。何気よくねみたいな。これな。ああ、FF があるからな。うん。これな、これな、Bluetooth で、 iPhone と接続できるの。で、iPhone で YouTube の動画を流すと、こっから曲が流れるんだよ。おうん。ともちゃんいらっしゃい。大太郎、今回ありがとう。どう それで三、四千以下だからな、これ。うんずずず。ず、ず、使えるよ、だから。うん。だから自分の、あの、iPhone と Bluetooth 接続して、あの、YouTube でカラオケってあるじゃん。YouTube に。クソ転がってんじゃん。あんなので、ウェーウーって歌ってるやん でも俺カラオケやんねえかんな。何が俺じゃ歌えんのとか言われても。古、一曲まともに歌える歌がもうほぼねえもんな。えー、玉木浩二とかもう絶対難しいんだもん。ケボーとかみんなに言われんな、これ。 もう、泣かないで一人で、微笑んで見つめた。こっから先、歌詞がわかんねえよ。あなたのそばにいるから、 強いのララ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 ラじれたいほどの口づけ。このタイトルはわかんないけどな。いや、一応俺、あの、タマキンのアルバムは、あの、 まあ、iPhone に、あの、有料っていうか、あの、ポットから、うん、落としたのよ。なんかな、まさかな、ワッチでカラオケがアウティなのか、なんかトークがダメなのか、 おうん。わかんねえけどよ。おうん。いや、うなぶしって、あのね。正直ね、船長。あんたも大概癖強いよ。悪いけど。ねえ。マジで。おうん。こぶったん。いらっしゃい。 あのね、俺、長内の歌うよな <noise>。うーん、うーん、おー、おー、おー、おコツコツとアスファルトに刻む。

だってもう長渕剛とかもうコントじゃねえ何体鍛えちゃってさ何あの髪の毛とさカみてえなのに何どっかおかしいようん「乗ってくぜハーハーロクロルナイト」 フィリカフィリカフィリカトゥーナイとびきりの俺は歯がないないフィリカフィリカフィリカトゥーミ以上ですちょっと途中歌詞変えたけどね このぐらいは、うん。ま、ありあの野郎、絶対寝たな。この野郎バートン投げて、もう、あれ、絶対よ、またじじいよ、調子こいてんな、とか。あれな、あいつな、こうやってな、ずーっとむってんのに、ラストまで聞いて、え、 あいつまたこんなこと言った。あいつまたこんなこと言ったって、あいつなんだ。あいつメモってんのか脳に入ってんのかわかんないけど、絶対言うよ。なあなあ、昨日の放送、ムカつくこと4つあったんだけどとか、うええー、って。うん おい、貧乳マリコてめえこの野郎。こうの野郎よ藤人さんも佐のさんマニアいや俺マニアではないと思うけどうん。マリコ今生理中だからまあ若干イライラ系だからな。 来週、週明けには終わるんじゃねえのわかんないけど。そしたら俺の、俺のビッチがグイグイやったからよ。ウェイウェイ、やってる設定ウェイデビットカード、 ゲリあ、俺、最近ゲリなんかしてないよ、全然。飯バンバン食ってっから。ああ。朝からうるせえんだったらボリューム絞れよ。お前のよ、スマホにはボリュームねえのか。あ絞れや。うるせえよ、じゃねえんだよ、この野郎。ぶっ飛ばすぞ、この野郎。ガキはこの野郎。 どうせ小僧だろ三つも星つけてて、うるせえよじゃねえんだね、この野郎。体調いいよ。リージー。うん。だってよ、考えてみよ俺よ。俺よ、昼ラジオ枠で4時間ぶっつりやって、もう一回やりてえなと思ったけど、その4時間は酒飲まないでやったんだよ。 酒ねえなと思って、コンビニに酒買いに行って、もう一回開けたので、酒飲みながら、3時間半はやったよ。ああ、モンター。<laughs> 俺死ぬのかなあ,あのさ、だから、なんでもそうなんだけど、 あの、生き物ってさ、死に際急に元気良くなったりするのってあるじゃん。おや、俺、俺かみたいな。いやいや、だからマリックも、俺とはほら、まあ、ここのとこ会ってないけど、なんかあの、ハゲ、 急になんかあの、元気になんだよね、みたいな。言うじゃん。なんでそうなんだよ。ちょこっとでやると、リセッター、佐だから。メタル、すいません、全部聞いてました。<laughs> まあなあ、でもな。今日の宇宙の話は、なかなあ わからないものに、なんだろう。なんて言ったらいいかな。興味あるな。明日は、坊ちゃんと寿司配信かな。いや、どうどうすんのって言ってんのに、あ、答えねえんだ。おいで、ちなみに、LINE はもう読まないからね、とか、捨てて、かましやがってよ。なんだんじゃねえよ。 「しまいにしんちゃん呼んでいいまあしんは呼んでも別にいいんだけどたぶんしんは寿司あんま好きじゃねえからあれ、うん、この「まさか」とか言って「あ,あでもまさだめなまさか全部払っちゃうから」って「いい加減にすれや俺まさ来て」 まさになんか、前後なんかしてもらわねえよ。うん。同じ宇宙で地球みたいな星があるとしたら、いや、もっとすげえのがあるかもしんねえよ。うん。